シャナイア・トゥエインは、カナダ・オンタリオ州出身のカントリー歌手。過去4枚のアルバムで、累計8500万枚のアルバムセールスを誇る。サードアルバム、カモン・オーバーは、カントリージャンルのアルバムとして、全世界4000万枚売り上げを記録し、トップ10チャートに50週間ランクイン。シャナは、女性アーティストのアルバムとして、 歴史上最高の売り上げを記録している。5つのグラミー賞を受賞するなど評価も高い。日本語においては、トウェインという表記もある。1965年、オンタリオ州のウィンザーに生まれるが、2歳の頃に、母親の離婚、再婚などで、同じオンタリオ州の田舎町、ティミンズのインディアンコミュニティに移り、実母と先住民族オジブワ族の義父の下で、 他のイフテーマイ三人と共に育てられる。経済的に貧しい生活だったが、母親のサポートにより、音楽的才能が見出され、地元のレストランやバーなどでの演奏で家計を助けるようになる。1987年、彼女が22歳の時、両親が事故により高い、オンタリオ州のハンツビルに移り住み、地元観光ホテルなどのステージに出演しながら、 未成年である弟妹たちを育てる。1991年に、ナッシュビルの音楽関係者にスカウトされ、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルに移住。1993年にマーキュリーレコードからアルバム、シャナイア・トゥイーンでデビューを果たす。本名は、アイリーンだが、デビュー前に、オジブワ族の言葉で、我が道を行くという意味のシャナイアに変えた。2枚目のアルバム、 ウーマ・ミン・ミーの制作でタッグを組んだ音楽プロデューサーのロバート・ジョン・マット・ランジと結婚。故郷の地元氏が、社内屋が母親の連れ子であり、おじぶわ族の父親とは血縁にないことを暴露する。プロフィールや芸名でインディアンのアイデンティティを売りにしている部分もあったため、一部の先住民族団体などからクレームがつく。これに対して彼女は、 私は自分の中に実際どれだけのインディアン血が流れているかは知りません。しかし、父ジェリーに引き取られた娘として、私は50%北米インディアンと登録されました。これは私の心であり魂。そして私はそれを大変誇りにしていますとコメントした。1996年に発表した3枚目のアルバム、カム、オンオーバーでグラミー賞カントリー。 女性ボーカル部門受賞。同アルバムはカントリーアルバムの売上世界一を記録している。収録曲、ホエンはテレビドラマ主題歌になった。2002年にアルバム、アップをリリース、ビルボードアルバムチャートに初登場から5週連続1位、初週87万4000組の売上となった。さらに、世界各国でトップ10に入るヒットになり、1700万枚を超える。 売り上げを記録した。2004年に新曲3曲を含むベストアルバムグレーテストヒッツをリリース。2005年にデスパレートな妻たちのサウンドトラックに新曲シューズを提供した。2009年8月、人気オーディション番組アメリカンアイドルシーズン9でゲスト審査員を務めた。2011年1月、フレデリック・シボシと再婚。死は、 全部マットが不倫していた女性の元夫、ありがとうございます。